ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。キハ82系です。日本における、初の特急型機動車です。機動車は、ディーゼルカーなどのことを指します。1960年頃、上野青森間は非電化区間が多かったそうです。蒸気機関車が、12時間かけて走っていました。同時期に、東海道本線で、電車特急こだまが、冷暖房完備の快適性と、スピードの速達性で人気を出していました。第1回アジア鉄道首脳会議で、第2回までに、蒸気機関車ではなく、新型機動車を作ると言ってしまったばっかりに、急ピッチで開発が進められることとなった。キハ81系が出来上がり、初狩りに投入してみると様々なトラブルが発生した。初狩りがっかり事故ばっかりとは、呼ばせない。そのため、トラブル箇所の設計を変更し、キハ82系が誕生した。先頭車は貫通型となり使い勝手が良くなった。この先頭車が、独特の優美さを称えた機台の傑作デザインとなり、キハ185系に至るまでの貫通型先頭車のデザインコンセプトとして引き継がれた。先頭が猫型に見える？でも、特急白鳥に使われたため、白鳥型とも呼ばれる。キハ81系は N 型だったから、トラブルを払拭するために、キハ82系は猫型にしたんじゃないの？当時、従来の蒸気機関車よりも、高速で快適な特急型機動車は好評でした。運転席の窓は、パノラミックウィンドウ曲面ガラスというそうです。あ、猫来た。側面の色も、黒鉄色でいいなぁ。電化や後継のキハ181、183系機動車投入などにより、徐々に活躍の場を減らし、キハ82系は撤退した。北海道では、富良野エクスプレス、トマムサホロエクスプレスに改造されました。東海では、リゾートライナーに改造されました。最後は、リニア鉄道館、京都鉄道博物館に博物館入りしました。キハ80系の特急型機動車は、583系の特急型寝台電車へ置き換えられました。今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。